美しくなければカリスマになれない。あの結構夏とかハーパンとか履いたりするんですけど、結構バイト先とかでなんか履きながらあの行ったりしたら、あのなんで履いてきたんって言われますハーパンを。はい、結構傷つきます。なんかまあ自分はそこまでなんか気にしてなかったんで、そんぐらいは何だろうな、履いててもまあええんちゃうかなって、まあ全身的に見たら思う場所やったんで。自身の毛残さに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは身に悩む男たちを追った記録映像である。まあ多分他の人と比べたらまあ普通に履いてる方やとは思うんですけど、まあ、自分の中ではまあこんぐらいやったら出していいかなってちょっと思ってました。はい、そうですねショックでした、はい、やっぱり気になりましたね。なんか大学になってからやっとハーパン履けるようになった感じです、はい、それまではハーパンあんまり好きじゃなくて長いのばっかりやったんですけど、まあ、大学入ってから結構スポーツやること多かったんで、普通にハーパン履く機会が増えたんですよ、自然に。それで慣れて、あの、履けるようになりました。施術を終え、現在の心境を伺うことに。太ももの、 あの骨の部分が一番痛かったです。あとは足首です。すねとか、なんか膝より下はなんか痛いんですけど、なんか別になんか痛くない感じは痛いんですよこの太ももよりかはダイレクトに来へん感じがして、なんか耐えれる感じが強かったです、なんか太ももとか、なんか胸とかは結構なんか食いしばらな、なんかきつかったんですけど、服の通りがなんかあの皮膚とくっついてピタピタって感じがしますなるほど久しぶりの感覚です新鮮ですね。もうそんつるつるなことってなかなかなかったんで